んかちょっと腰が痛くて、うん、さっきそこら辺のドラッグストアに寄って、うん、あの、うん、尻尾を買ってきたんですよ。そうね、うん、しんどくさい、ね、そこもすいません。でさっきそのトイレで腰に貼ったら、うん、今ジンジンしてきました、うん、聞いてきた。疲れなのかな、どうしたの、聞いてきました、急に疲れ、あ、なんか正座、今ドラマで正座してて、そしたらなんか腰に、はい、将棋で。ちょいちょい宣伝するよね。はい、将棋で。いや、いいじゃない。疲れたので言ったんですよ。そう、なので。今の宣伝やったらうまかったよ。うまい、うまい。なんでタイトルだっけ？将棋飯です。ご覧ください。今、将棋飯の。ドラマやってまして、ドラマやってまして、それで正座してる時間が長くて、うん、でそれでね、それでなんか腰痛になっちゃって。ふくらはぎとかじゃないんだよ。ああ、ふくらはぎもそうなんですけ ど、うん、はい、もう今はもう腰が今すごいすっごいです、もう冷やしてる、あ、なんか、うん、冷やすじゃなくて温湿布みたいなやつ、温めるやつや、はい、がいいのがいいって言われたので、買ったんだ、買いました。でもさっき浜口さんとさやねえにも、うん、お裾分けして、うん、尻尾を、はい、いやいや、本番前にね、なんか急に尻尾いりますかって言われて、ね、いや、いらないいらないってみんな言ってたら、さやねえがまさかのいらないって言われて、あ、欲しいですでもさやねえの目の前に尻尾があったから、あ、なんかライブとかで、はい、ちょっとこう結構疲れてるのかなと思って、うん、はいはいはい、うん、浜口さんも欲しいっていう、俺も欲しかった、ちょうど動く仕事があったから、うん、うん、だから言わしてもうて、でもオンシップでびっくりしませんでした、なんでですか、なんか冷やす方だと思うじゃないですか、思いました、はい、ね、うん、水色のなんか、ね、はいはいはい、はい、いや赤です、赤だそう、赤のやつなんですけど、ね、はい、はい、なんかジンジン系です、スースーじゃなくて今ジンジンしてます、熱持って、温めてくれてる、多分血流もすごい良くなってる、あ、眠くなってくるやつや、は、うん、すいません、眠くなったら我慢してください、言い訳だな頑張ってください、翔太くんにお裾分けしなかった、あ、まだしてないんですか、言いますか、欲しい、欲しいの、欲しいですねどっか痛い、本当ですか、いや、僕も歩くのがなんか自転車持ってないんで、うん、一駅とか二駅とか、買えないとかじゃないんです、給料安いでしょ、給料安いの、違う、そんなことない、みんなで遊びに行くとき走ってくついてくるね子供じゃねえか、一駅二駅とか歩くんですよ、わざわざあえて、ね、そうです、あえてです、なんで結構ふくらはぎとかもうパンパンなんですよね、毎日、そういうのにも効くんですかね、効くむくみとかにも効くんですかね、効くんじゃない、翔太君歩くんやったら安全靴じゃやめといた方がいいんじゃない、ちゃんとした運動ね、運動靴でですか、うん、スニーカー、あー、いつもそれ持ってないんですよね、あんまり、高い、給料安いな、買えないとかじゃないよ、安くないよでもテニスシューズとか持ってるんで、テニスシューズテニスシューズ使えちゃうの、ラケット持ってんの、ラケット持ってますよ、テニスやってんの、テニスやってます、うわ、知らんかった、一応ちっちゃい頃からやってて、全国大会にも行って、すごい今もちゃんと趣味でテニスやってんや、やってます、エア系できんの、エア系はできないです、エア系はできんの、できないです、でもすごい、ただ松岡修造さんにも一時期教えてもらって、うん、あの塾、塾です、塾入ってないの、マジで、西小里さんとかの入ってたやつではなくて、うん、とある番組でずっとやってたんですよ、うん、テニス塾っていうのを、うん、そこで、うん、入らせてもらって。知らなかった。はい、もう中1ぐらいですかね。うわぁ、すごい、すごい、長い。ほんまに厳しいよな。めちゃくちゃ厳しいです。そうなんだ。泣きながらやってたやつ、うん、そうです。泣きながらやってる。その映像とかあんの、もうないですね。中学校の時の。ないですね。ないんだ。ああ、曲は持ってるかもしれない。曲は持ってんじゃないねえ。もう心をえぐってくる感じです、ね。本当に、お母さん、おばあちゃんとかそういう、うんうん、からのお手紙、うん、遠出するんですよ、合宿なんで。頑張んなさいってやつや。そうです。なので、遠出してるから家族とも会えるし。泣いちゃう。そう、泣いちゃうやつですね。どれぐらい一月ぐらい行くの？いや、そんなに行かなかったです。僕が出させてもらった時はもう一週間ぐらいですかね。あ、でも一週間。それでも一週間ね。中学生とかだったら。うわ、お金ないから、お金ないから一週間。いやわ。違います。
違います。出されたんやそれに。お金ないから。お金ないから。そうですそうです。なんで貧乏キャラにしたい。かっこいいじゃないですか。こんな綺麗なの貧乏だったらかっこいいじゃないですか。ああ、そう、しょわしたいね。実は貧乏だって無理やりしょわしたいみたいな。名プロデューサーが言ってる。僕らプロデューサー貧乏キャラでいこう。そうしますね。今日から髪染めたね、赤にね。はい、ちょっと赤いウインナー思い出したの。違います、お弁当に入ってるんですか。違います、頑張って貯金果たして頑張って染めました。100円玉貯金を潰して貯金箱終わって壊して出しました。昔の貯金の崩し方。貯金箱終わって。うん、でも、あの人って本当一回お仕事したらすごい毎年年賀状とかくれたりするよね。はい、そうなんですね。律儀なんですね。今でも覚えてるの、翔太くんのことを。覚えてくださってます。あ、僕が今この仕事をやってるってことも知ってくださってます。ほんまに熱い人やもんな。そうです。あれ感動やな。いい人なんだ。いい人なんだ。なんか、お仕事する前になんかこう、一筆書いたものを、楽屋に入れておいてくれて。すげえ。IKKO さんもそう。IKKO さんもやもんな。IKKO さんも絶対くれるよな。いつもいただきます。ね、家にすげえ、IKKO さんの化粧にすげえありますね。IKKO さんも連続で仕事する。感謝を込めて、こう、達筆で書いてある。一個の塩ね、塩。塩ぐらい、一個塩。一個塩。ダリオいらないみたいな顔してる。ダリオいらないみたいな顔してる。めっちゃ使ってます。一個塩。はい。マストゥー。マストゥー。大丈夫。使ってます。一個塩。マストゥーで。ピンクのやつ使ってます。はい。